ラウール・アレバロは、スペイン・マドリード県、モストレス出身の俳優、脚本家、映画監督。2006年のアントニオ・バンデラス監督作品、エル・カミーノ・デ・ロース・イングレセスなどで、国際的に知られている。姉妹に、音響技師のタマラ・アレバロがいる。メリーナ・マ・シューズと交際している。2001年から2002年に2シーズンにわたって、放送された、テレビドラマ、 コンピニョロスで俳優デビューした。2003年にはロスアバホ・フェルマーンツで映画デビューし、ハビエル・カマラやフアンディエゴ・ボットと共演した。2004年にはマヌエル・ゴメス・ペレーラ監督のコサスク・ホスン・クラビーダ・バル・ガラペナに出演した。2003年から2005年にはテレビドラマ、ホスピタル・セントラル、クエンタマ・コモ・パッソ、アイダ、モティボス・ペルシノーレスにも出演している。 長編映画の他には短編映画や舞台にも出演している。2006年にはダニエル・サンチェス・アレバロ監督の映画漆黒のような深い青で演技者として突き抜けた。この作品ではスペイン俳優組合賞の新人男優賞を受賞している。同年にはアントニオ・バンデラス監督のエル・カミーノ・デ・ロース・イングレセスにも出演。2007年にはスキャンダラスや セブンビリヤードテーブルズに出演し、校舎ではマリベル・ベルドと共演した。ベルドとは2008年にロス・ヒラソレス・シエゴスでも共演している。2009年にはサンチェス・アレバロ監督のデブたちに出演し、この作品でゴヤ賞の助演男優賞を受賞した。2012年3月30日にはメディーナ・デル・カンポ映画週間で21世紀の俳優賞を受賞した。 2013年には、ペドロ・アルモドバルのコメディ映画、アイム・ソー・エキサイテッドに出演し、ゲイのキャビンアテンダントを演じた。2014年には、アルベルト・ロドリゲス監督のスリラー、マーシュランドに出演し、五夜賞主演団優勝にノミネートされた。2013年から2014年には、アンテナさんのテレビドラマ、情熱のシーラに出演し、アドリアーナ・ウガルテ演じる。 主人公、シーラの婚約者を演じた。2016年には、アントニオ・デラ・トーレやルイス・カジェホなどを起用した初、監督作品、静かなる復讐が公開された。2017年2月に受賞式が行われた第31回、五夜賞でこの作品は11部門にノミネートされ、アレバロは、新人監督賞、作品賞、脚本賞を受賞した。 長編映画短編映画テレビ舞台、ありがとうございます。